皆さんおはようございます。駐車場作りなんですが、採石を購入しまして、でこちらですね、ちょっと敷いてみました。でこの採石はですね、新品の採石じゃなくて再生採石ですね。コンクリート柄とか、そういうものを砕いて作った、再生採石になります。でこちらの方を、2トン3杯分と、あと4トン1台分ですね、購入しまして、駐車場の方に敷きました。でこれまだちょっとしか敷いてないんですが、奥の方ですね、まだちょっと出てきたコンクリートとかアスファルトの柄がありますんで、こういったものを処分しないとちょっとこれ以上は敷けないので、まず今日はですね、このコンクリート柄をちょっと1箇所にまとめて、あと業者さんにですね、処分するために、ちょっとカゴとかですね、設置してもらおうかなと思ってたので、すぐに詰めるようにちょっと柄をですね1箇所に集めて、でこちらの奥の方ですね、まだちょっとゴミのおそらく山になっている部分がありますんで、ここら辺を全部はちょっと崩さないですけども、少しちょっときれいにして、ここら辺ぐらいまでは、砂利が敷けるようにはちょっと整備していこうと思います。
今ですね、瓦礫の方を、全部一つにまとめまして、この右側ですね、こちらの方の山にまとめました。でこちらはですね、今ある程度ゴミの方を、撤去しまして、これからちょっと整地して、砂利をですね、敷けるようにちょっと準備をしていきたいと思います。まだちょっとゴミがですねありますので、ある程度ちょっと取り除いて、きれいにしていきたいと思います。今回もですね、中から出てきたこのゴミまだ大量にありますけれども、また売れそうなあのこういったモーターとかですね、鉄くずも結構ありますんで、こういったものも貯めて、後で売りに行きたいと思います。まずこちらのゴミの方をですね、一回向こうの方に、持ってって、ちょっと整地の方ですね、していきたいと思います。じゃあ今こちらのですね、ゴミの方を一輪車で、ある程度取り除きましたので、これからちょっとユンボを使って整地していきたいと思います。
今ある程度ユンボで、整地してまた出てきたゴミを、取り除きました。ある程度まあ平らになってきましたので、もうちょっと整地して、砂利をですね、ちょっと敷ける分敷いてみたいと思います。ちょっとレベルがですね、まだちょっと合ってないので、もうちょっとだけ掘り下げて、この砂利をですね、敷いていきたいと思います。